ひでチャンネル。おはようございます、えー。今日はちょっと寒いので、えー、と言ってもですね、えー、本当に月曜日を迎えた今日が寒いか暑い,いか知らないんですが、まあ先週撮ってるんですよね。先週寒かったじゃないですか。ちょっと上着を着て、えー、失礼をしておりますが、いやー楽しくなりましたね。何の話からしようかなと思ったらあの YouTube じゃなくて。 オフチューブの話。オフチューブってもう結構有名ですよね。ご存知ですか、えー、例えば、この間の大谷翔平投手、選手。あれは面白かったんですけれども、あの、NHK の藤井アナウンサーがですね、えー、担当して喋っておりましたけれども、多分あれ、オフチューブなんだろうと思うんですよね。えー、昔聞いた時はですね、昔っつっても数年前ですけど、 驚きましたあの私の友達がですねやっぱりアナウンサーでスポーツやっててでオフチューブでねやったんで明日は間に合うなんていう何の電話だかよく分かんなかったんですけども要するにですね映像は現地から入ってくるんですね球場のノイズとか音声も向こうから入ってくるんですよ球場のねそんな音声いろいろとだけどそれに対して実況してる人はですね 例えば東京のですね、えー、某スタジオにいて、その映像を見ながら、いかにも今現地で実況しているように放送するわけですよね。そういうのをね、オフチューブ中継というらしいんですね。えー、だから、オフチューブで放送終われば、えー、日本時間のね、例えば昼飯なら昼飯に間に合ってしまうという。<laughs> 最初はびっくりしましたけど、今は誰も驚かないという。 そんな時代になりました。いやー、だけどこの間のね、あのー、大谷翔平投手、選手、リアル二刀流なんて言って、私ももう本当、今か今かと NHK のね、衛星をですね、9時半から、えー、もう本当、待って待ってね、えー、待ちかねてみましたですけども、いやー、やっぱりいいですね。夢がありますよね。残念ながら、 まず結論から言えば、ご承知の通りね、えー、勝ち投手の権利、あとアウト一つ、まあ、事実上はですね、えー、三振を取って、え、キャッチャーがね、え、孔一しまして、えー、いわゆるまあ、三振振り逃げというやつでね、え、点が入っちゃいましたね。いやあんなこともあるんですね。え、だから、残念ながら勝ち投手にはなれなかった。え、しかし、え、最初の打席でね、打つ方、 すごい当たりでね、宇宙間にホームラン打ったじゃないですか。あれで、やっぱり、大谷翔平はね、器がでかいんだな、ということを感じさせましたね。すごかった、うん。あの、マッドン監督という方がですね、NHK の取材に答えて言ってましたけども、なかなかいいおじいさんですね。おじいさんにしか見えないんですけども、あれは、大谷の希望であると。彼はそういうふうにね、 バッターとしても登場しピッチャーとしてもですね投げるというリアル二刀流二刀流というのをやりたがっている将来ね大変大きなね成果を上げるかもしれないんでそれは拒むことはできないやらせてやりたいとそういうことでね先発してそれでまあ5回投げたことになるのかな、うん、あだけど最後はあれキャッチャーがパスボールして え、それで2点入って同点になって、で、それで、え、向こうのキャッチャーとね、クロスプレーで、あそこで転倒しましたんで、あれは3アウトを取ってないんで、4回と3分の2ということになりますか。そうですね。いや、だけど、ものすごくサービス精神旺盛だなと思ったのは、現地から上がってくる映像ですよね。一塁側の、あの、エンゼルスの、 ベンチの様子をですね、ずっと撮ってるカメラがあるんですよね。一番手前の椅子にね、大谷翔平投手がですね、座るんですね。そうすると、バッターの時は、左バッターボックスクラから、えー、右のね、肘にあのデッドボールを送っても平気なように、えー、パットをこう当てる、こういう作業をやってるのがね、それがそのまま映るんですよ。それから、ピッチャーで上がってきて、 今度最初は2番バッターですからね <laughs> ああピッチャー2番で打ってましたですからそうすると自分の左足のね足の甲ここにですねいわゆる打球がカーンと当たってもですねいててってこうならないようにあのガードみたいな、ね、ものをね、えー、つけるんですねあれあんな光景初めて見ましたけどもそれを足の上にポッとつけてこういうふうにね動かないようにカチッとこう止めたりなんかして。 それで、ユニフォームを打つその上からこうってかけたりしました。あんまりよくわからない、目立たないんですけどね。チェンジするときに、次はピッチャーだから、次はバッターだからって言うんで、もうしょっちゅうですね、自分のね、その、今度は投げるための準備はこれだ。打つための準備はこれだっていうのをね、やらなきゃいけないんで、忙しいったらありゃしない。まあ、そんなような感じなんですけど、いやだけどすごかった。162キロね。 えー、それだけのスピードボールをね、えー、投げまして、普通に投げてだいたい155、6キロ、えー、当たり前に投げますから、だからまあね、やっぱりね、生地の選手ではないんですね。大したもんです。本当に。だから私はね、あの、ホームラン打った時に、いや、絵になるやつっていうのはね、いつも絵になって、それで運のいい人というのはこうやって運を引き寄せるんだなって。 自分が二刀流でね、初めて先発マウンドに立った時に、初打席でホームランを打ってですね、これは勝ち投手になるな、歴史を変えるなと思ったんですけれども、でも、5回のね、表に、あんなドラマが待っていようとはですね、全く想像もしなかった。三振振り逃げですからね、それでみんな慌ててね、冒頭、冒頭ですから。で、最後は、え、ランナーと、 ホームプレート上でベースカバーの大谷が交錯してドーンとね倒れてあの交錯した選手もね慌ててましたねいやーこんなメジャーリーグの球界の宝今年一番話題の大スター怪我させたら大変だみたいな背中こんなことやってね大丈夫かみたいな。ということで5回の表はですね残念ながらそのようなね大谷翔平選手にとっては皮肉であるもう本当に すごいドラマが待っておりまして、勝ち投手にはなれなかったんですね。まあ、6日後、うん、コンディションが良ければ投げさせると、マッドン監督が言ってたようですけども、果たしてどうなりますか翌日はピンチヒッターで出まして、右足のですね、太ももにね、スミスっていうピッチャーからデッドボールを受けたんですよね。で、その時に、まあ、睨むというか、えー、いつもね、えー、本当に穏やかな 大谷翔平がですねきっとした目つきでね相手ピッチャーにね視線をダーッとね強い視線を投げかけたというんでその映像を私も見ましたけどもいやあっちの方がキリッとしていいなんて言ってる人もね結構いたようですね。でそれで大谷翔平投手といえばですねそれはもう、えー、岩手の花巻東を出てから日本ハムに入りましてそれから メジャーリーグ、海を渡ってエンゼルスというのはね、もちろんご承知の通りでしょうけども、やっぱりね、昔からね、えー、高校時代からもうすごいピッチャーであることは間違いがなくて、実はこの間、私の番組のオールナイト日本月一というのにですね、出演していただくために収録させていただいたんですけれども、流しのブルペンキャッチャーの安部正彦さん、ご存知ですかね、安部正彦さん。 早稲田実業の中等部から、早稲田大学の高等学院に進んで、で、早稲田大学。はい。あのー、大学時代はですね、巨人に行ったですね、山倉さんとか、あの、同期でやると。それから、他の大学では、あの、法政の江川卓投手なんかが同期だという。まあ、だからもう相当長くね、球界のことをいろいろやってるんですけども、長野のブルペンキャッチャーの安部正彦さんがですね、 初めて、そうですね、えー、この大谷翔平投手のね、球を受けた時のことを書いております。ね。で、こんなふうに言っている。頭の上で腕がしなって素晴らしい勢いのボール。18.44メートル先で腕を振り抜いた瞬間、構えるミットにもう白球が叩きつけられていた。球速は147、8キロだと思ったら、 なんと153、キロだったので驚いた。その理由は自分が150キロ台を補給できるとは思ってもいなかったから。そうなんだ、ね。言葉で表すなら取り味抜群のストレート。ミットを構えておけばその近辺にまっすぐに伸びてきて気持ちよくミットに収まってくれる。 なるほど。まさに空気を切り裂くような快速球。綺麗でまっすぐなストレート。一瞬でも気を許せば当たって死んでしまいそうなストレートだが、その一方でいつまでもこの球を受けていたいような快感を伴った補給の衝撃やミットにのめり込むような補給感。この感触を味わいたくてキャッチャーをやっているんだぜと叫びたくなるような快感を感じた。 スライダーもすごく、速球と同じスピードでまっすぐにやってきて消えた。ミットにはかすりもしなかった。その後プロ入りして活躍していた頃、当時の日ハムの鶴岡保守が、大谷という投手が一番すごいのはスライダーだよ。俺の反射神経のマックスでやっと取れるんだからとコメントしていたのを見て、思わず納得した。これが高校時代なんですよね。 これが高校時代。で、今はメジャーリーグで、エンジェルス。ね。えー、エース格ですからね。それで今度、打つ方も両方やる。リアル二刀流で。で、この間は残念ながら、勝ち星はつかなかった。でも、皮肉ですよ。ね。三振自立以を取ったのに、キャッチャーがあの時、ボールをね、反らしてさえいなければね。あれはね、絶対勝ち投手になったんですよね。えー、次回はいつだかわかりませんけれども、 大谷翔平投手がですね、はい、えー、二刀流で登板し、完璧な投球をし、そして自分のバッティングでね、ホームランを打って、えーまあ、劇画のようにですね、えー、勝利投手、ヒーローになると、そんな日がね、近いんじゃないかと、私は思うんですね。ご覧になった方も大勢いらっしゃると思いますけれども、本当、オフチューブでも何でもいいから、ねえー、その時間にね、中継する。 NHK なら NHK 他の曲なら他の曲必ず、ね、見ます。ということでえ本当素晴らしい大谷翔平投手今年何勝し何本ホームラン打つでしょうか楽しみです。では